はい、皆さんこんにちは。週末2畳半チャンネルの黄色いイエローと申します。今日はですね、2022年の9月25日、松本山雅 FC と YSCC の、アルウィンホーム戦がね行われました。まあ、結果はね、皆さんも知っていますね。ちょっと残念だったんですけれども、せっかく動画ご覧いただいているんで、最後までご視聴よろしくお願いします。この日の前日に行われた、鳥取対鹿児島戦がね、6-0 で鹿児島が負けたということでね、ここ一番負けられない感じだったんですけどね、本当に残念。私もね、帰りは足取りが重かったんですよね。ただこの日はですね、いろいろと面白いこともあったので、その辺も紹介しながら雰囲気動画やっていきたいと思います。はい、この日はですね、アルウィンの東側にある芝生グラウンド、こちらにですね、元サッカー日本代表の中澤佑二さんがねいらしてました。実際に、見たんですけれども、やっぱりサッカー選手だなっていう感じでしたね。あと松本山雅 FC の田中ハユマ選手もいて、グータッチしてもらった。やったね。今日は JA 全農長野デーということで、ウェルカムキノコっていうね珍しいものがあったんですけれども、もうね会場に着いた時すごい並んでて、次行った時にはね終わってましたね。今回のホームタウン PR ブースは朝日村と高森町でした。こちらの花の名前当てクイズは、なんか花束がねもらえるみたいですね。毎回うまそう。ありがとうございます。はい、今一生懸命焼いてますよ。いつもヒロおじさんです。どうも。この日の入場者は8000人を超えていて、なかなかのにぎわいでした。はい、そして今日もですね、前節と同じくホームゲームラスト3戦のねシーズンパス、販売されていたんですけれども、今日はですね、なんと、整理券配布ということで、そこにね並びました。そしたらですね、友達と一緒に並んでたんですけれども、私のね順番で120番になったんですよ。で、120番までしか販売なかったんですけれども、そこからですね、プラスアルファでなんとかね整理券が配られまして、私も友達も無事購入することができました。危なかった。それではスタジアム内のサポーターの様子を見ていきましょう。
Thank you.
オフサイドない。
と2分頼む。ここで足踏みしてる場合じゃねえぞ。お願いします。待って、ドローで行こう。ドローで攻めて、コーナーキック上位盛り上がってます。お願いします。1点、あと1分。まだある、コーナー、コーナー、うまい棒だぞ。OK, OK, 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 OK,
鹿児島と仲良すぎでしょ。